はい、どうも始まりました。ウサズチャンネルです。よろしくお願いします。今日の動画は、やっぱね、アヒルたちがね、なかなか慣れないので、アヒルたちを鳴らすために、今回はちょっとやっていこうと思います。はい、それではね、アヒルたちを鳴らす方法。基本的には僕はウズラと同じ方法で、鳴らすしかないかなと思います。まあ、ウズラというかもう、生き物全般がそうなんかもしれないんですけど、ご飯をあげる。ご飯をあげる際に、近づいて撫でたりとかね、この人はご飯くれる人なんだよっていうのを分からせて、ヒルたちに僕を認識してもらおうかなと思っております。はい、じゃあね、そんな感じでやっていこうと思います。はい、でね、昨日ね、注文した、カモ類専門フードというね、この4キロのね、餌が届いたので、まあ、ペレット型なんかな、これをね、あげていこうと思うんですけど、昨日ね、これちょっとね、揚げたらすごい勢いでね、食べていたので、もしかしたらすごい美味しいかなと思いました。基本的には水に混ぜてあげて、やるとふやけてね、いい感じに膨らんで、思ったよりね、すぐ溶けるんですよね、これ。これちっちゃいしね、まあ、このまま食べてもちろんね、平気だと思うんですけど、水と一緒にね、これをちょっと与えて、アヒルたちを鳴らしていこうと思います。はい、まずはね、アヒルたちをね、今掃除するのでね、衣装ケースにね、隔離というか、しました。で、アヒルたちはもう、朝もね、ちょっとあげたんですけど、常にね、ヒナはね、お腹がペコペコらしくて、こうやってね、餌をね、せがんできます。ちょっとね、水から。あー、ごめんごめん。水ね。もうね、僕、つついてますね、ほら。これは少しもう、餌付けする前から、餌のおじさんなんだよっていうのが、少し理解してきたんかなと思います。こちらのフードをちょっと手に取ってかけていこうと思います。お、食べてる食べてる。すごいな、食欲がね、止まんないというか、昼は。かわいいけど、ひよこ期間終わりそうな気がするな、もう。おいしい？おいしいかい？水飲む、水。水飲んで、水。水飲む。水、水。水飲む、水。まだね、くれると思ってね、手見てますね。これはいい動き。まず、手のね、警戒心がね、溶けるような気がするので、手がそんなね、怖くなくなればね、触られても多分平気なようになると思うんですけど。食べてんな、食べてんな。あ、食べる？食べる？じゃ、水あげるから、ちょっと待ってね。でね、なんかこの、やっぱ上からここにね、落ちてくる水が好きみたいで、なんか想像したらこれ、滝みたいなのあったらすごい面白いだろうなーってこうやって、もう一回上げていこうと思います。おい。お座り。お座りなんてしないよな。はい、いよいよ。でね、くちばしはね、そこまでね、まだ痛くないですね。噛んだところでそんな力はまだないのか。ただこれが何倍にもなるわけですからね。そしたら多分、まあ足の爪も含めてね、だいぶ狂気に変わるんじゃないかなと。これをちょっと何日かね、続けていこうと思います。まあ、朝しかこれはできないので、昼間はね、もちろん餌を中に入れて生活してもらうんですけど、これ餌やばい量食うな、やっぱり。はい。じゃあね、こんな感じでね、毎日ちょこちょこずつなんですけど、アヒルたちのね、警戒心を解いて、餌くれおじさんというところでね、ウズラを鳴らした時同様ね、餌で釣って鳴らしていければいいかなと思います。まあね、外に出た時にね、僕のこと怖がってるようだとちょっと危険なので、できれば僕についてくるような状況にしたいとは思ってるのでね、
徐々に慣らして、だいぶね、毛も生え揃って大きくなってきたので、温度管理っていうのがね、もう少しで30度まで下げられると思うので、そしたらね、少し外でね、遊べるケージみたいなのに移して、そこに保温の電球を入れて飼育できればいいかなと思ってます。おお、噛むね。一日でね、どのぐらいの量を食うかっていうのをちょっとお話ししようと思うんですけど、昨日までやっていた、このミルだと、1日1杯は食べちゃうような感じですかね。で、今はね、成長期なので、基本的には、もう食って出して寝るみたいな、食って出して寝るの繰り返しらしいんですよね。それで大きくなるっていう。今はいっぱい、まあ食べられる分はあげて、で、それでもどんどん糞として多分出ると思うので、常にね、小屋内に餌があるような状況にした方が多分いいんかなとは思うので、ペレットと、あとはこちらね、もうだいぶなくなってきたんですけど、小松菜と、キャベツとかをね、刻んである、ものなんですけど、これもね、ちょこちょこあげるようにしてます。またこれ取ってきてあげようと思います。小松菜とかね、カラシアぐらいいっぱいあるんで、その辺の資源はね、田舎なので、父親が作ってくれてたりとかするので、はい、じゃあね、そんな感じで、徐々にね、アヒルたちをこれを作戦でね、慣らしていければいいかなと思ってます。飼育おじさんとしてね、アヒルたちの頭にね、すり込まれれば親としてではなく、この人餌くれるおじさんなんだっていう部分でね、アヒルたちにね、すり込まれてくれればいいかなと思うので、このままやっていければいいかなと思います。はい、そんな感じでね、アヒルがね、成長がまだまだ著しいので、動画をちょこちょこ作ろうと思うので、アヒルが見たい方、アヒルが好きな方、ぜひチャンネル登録していただければと思います。はい、そんな感じで以上、ウサウズチャンネルでした。今回もご視聴ありがとうございました。